回はハイアットグループの最上級ブランドであり、東京、京都、ニセコにしかないパークハイアットブランドであるパークハイアットニセコ花園さんに来ています。前回はパークハイアットニセコ花園さんのルームツアーと、パークハイアットニセコ花園さん内にあるチャイナキッチンをご紹介させていただきました。そして今回は引き続きレストランをご紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。パークハイアットニセコ花園さんのレジデンス棟には多数のレストランがございます。その中でも今回はイタリアンレストランのオリビオをご紹介いたします。まず最初にオリビオ特製前菜盛り合わせをいただきたいと思います。レバーペーストだったりサラミだったり、本当に美味しそうですよね。これだけで本当に贅沢な盛り合わせになってます。でちょっと私は先にフォカッチャをいただきたいなと思うんですけど、フォカッチャいただきます。あ、ちゃんと切られてる。フォカッチャオリーブオイルつけていただきます。おいしい。すごい柔らかくて生地ももっちりしてますね。こちらのフォカッチャはオリビオのゼリーでもお買い求めいただくことができます。で次にこちらの生ハムなんですけれども、日本ではちょっと珍しいのかな、牛肉の生ハムをいただきたいと思います。いただきます。美味しいです。本当に直前のお酒と一緒に飲みたいですね。でこちらの生ハムなんですけど、こちら生ハムも季節によって種類が変更になるみたいです。で次こちらのレバーペーストいただきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。レバーペーストって言うとちょっと臭みあるのかなと思うんですけど、全然臭みも全くあんまり感じなくて、すごい食べやすいです。おいしい。次にアランチーニというライスコロッケをいただきたいと思います。あ、柔らかい。こちらも季節によって中身の内容が変わってくるみたいです。こちら本日は中身がサフランなんですね。サフラン黄色。いただきます。うん、おいしい。オリーブをこんなにいっぱい食べれるのもすごい贅沢。私オリーブ大好き。いただきます。おいしい、おいしい。本当にお酒が飲みたくなる。次生ハム行きたいです。生ハムに丸めて食べたいです。あ、美味しいね。こちらのカプレーゼは北海道ファットリアビオのブッラータチーズを使用していて、北海道の新鮮な 100% の生乳を使用して作られているものです。あ、すごい。わー、すごい、すごい出てくる。美味しそう。こちらのプンラータ、日本では希少なイタリアンチーズみたいです。ちょっと早速いただきたいと思います。すごく美味しい。生クリームもしつこくなくてさっぱりしててすごく美味しいです。これ
トマトも本当に色とりどりあってすごく綺麗で美味しいです。こちらのカルボナーラはイタリア産グアンチャーレとペコリーノチーズで、卵は卵黄のみを使用した本格的なカルボナーラで、パスタは自家製のスパゲッティみたいです。でグアンチャーレは豚のホホ肉ですね。でペコリーノチーズは羊のミルクを原料としたチーズです。巻き始めただけでまたチーズのすごいいい香りがするカルボナーラ、いただきます。めちゃくちゃ濃厚すごいチーズが本当に濃厚、すごく美味しい、すごい。こちらイカスミを練り込んだパッケリになります。でこちらパッケリというのがショートパスタになってて、ウニとイタリア産のカラスミを使用した贅沢な一品になります。でそしてショートパスタで真っ黒なのってめったに見ないですよね。ここならではのショートパスタですね。ウニとイカも一緒に贅沢にいただきたいと思います。いただきます。イカスミももちろんなんですけど、ウニもすごくいいアクセントになってて、でショートパスタパッケリの食感もすごくもちもちしてる。めちゃくちゃ合う、すごく美味しい。あ、すごいこちらミラノ風オッソブーコの煮込みです。オッソブーコが子牛のすね肉になりまして、こちらミラノの伝統的な料理になります。でシェフのイタリア修行時代の本場仕込みの味だそうです。よいしょ、いただきます。おいしい、柔らかい、本当にこのソースですか、すごい味がしっかりしてて、おいしい。こちら子牛のすね肉の部分の真ん中の中にある骨髄も食べれるみたいなので、そしてここの部分が一番おいしいと聞いたので早速食べてみたいと思います。いただきます。すごいとろとろ、こっちよりもさらに柔らかい、本当にこれは口で溶ける、すごいとろ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 。こちら最後に食後酒いただきたいと思います。こちら自家製のリモンチェッロで、国産のレモンを使用しているみたいです。すごいコップがすごくおしゃれ、いただきます。あ、美味しい。え、すごい、レモン。イタリアでは食後にリモンチェッロを出すことがあるみたいで、こちらのオリビオでも本場イタリアと同じようにリモンチェッロをお出ししているみたいです。あ、いい。パークハイアットニセコ花園さんのオリビオをご紹介させていただきました。本当に本場のイタリア料理ならではの味を満喫できました。
食事の始まりから食後の一杯に至るまでイタリアならではの贅沢な味わいを満喫させていただきました。またこちらオリビオさんのメニューなんですけれども、季節によってメニューが変更になりますので、何度足を運んでもお楽しみいただけるかと思います。ぜひ本場のイタリア料理をオリビオにてお楽しみください。また他にもレストラン、バーございますので、今後もパークハイアットニセコ花園さんのレストランご紹介していきたいと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。ニセコリゾートステイのチャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。